はい、マスク TV です。じゃーん！こちらね、昨日、秋葉原のヨドバシカメラに行って、このスマホのこのカメラにつける、取り付けるレンズっていうのを買ってきちゃいました。3300円したんですけど、ちょっとね、それ面白そうなんで今日ご紹介したいと思います。こう、カメラを撮るときにすごく広く撮れたり、すっごい近いものも撮れたりするっていう代物らしくて、ちょっとね、面白そうだなと思って、思わず買っちゃったんですけど、このケースのところにこういう風に、このレンズがこうね、こう回せばくっつくみたいな状態なんですね。はい、実際今使ってみてるんですけど、これマクロって言って、すごい接写ができる多分カメラだと思うんですけど、おおすごい本当にこの距離でも接写できた。普通の iPhone じゃこんな距離は撮れないんですけど、ほら問題です。僕は今何映しているでしょう。ドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン。ダンボでーす。すごい、ほんと近くまで撮れる。広角レンズです。ほら。広い。うわ、やばい。あっちで洗濯物干してんのまでバレちゃう。やばい。ゴミ溜まってんのもバレちゃうっていうね。すげえ。あ、トイレも見えちゃう、見えちゃう。やばい。僕の生活丸見えなんですけど。おー、広く映りますね。じゃん。はい、ここ僕の部屋の一角なんですけど、なんかこれで撮ると広く見えますよね。いやー、すんげー。こういう風に使えるこのね、カメラのこのケースとここにつけるアクセサリーを今日はご紹介していきました。こういう風にここにつけるカバーもついてましたし、意外とね、このケースがすごくね、触り心地いいんですよ。うん、すごくいい代物を買ったんじゃないかなと思います。まあもしね、 iPhone5 今使ってるんですけど、これ変えちゃったら残念ながらもうこれ使えなくなっちゃうかもしれないんですけど、うん、それにしてもいいもの買いました。はい、皆さんもね、もし興味があったらヨドバシとかどっかでまた見てみてください。結構面白かったです。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。明日もお待ちしております。ということで、以上マスオ TV でした。バイバーイ。